最初の立つのがきついですね。そう、立ちにくいですね。そうですね。右足が踏み出しにくい。右足が。右足が引きずるんですよね。脳に刺激を、どういう、やっぱそうですよね。やっぱり幸せホルモンが出るようにという、幸せホルモンを出すにはイメージですね。イメージ、過去、現在、未来。10年後、72の時に登山なんだって、結構本格的。イメージですよ。結構本格的に厳しい山を登るみたい。それは、それも冬ですよ。日本じゃなくて、おぉ、ヒマラヤだって。ヒマラヤも5000、6000、7000、8000メーター級。これはネパールから出発ですよ。出発して、グループで、1、2、3、4、5、6、7、10、10人から15人。そしてそれらの人たちがいて、そこのメンバーにいて、1000、2000、3000、4000、5000、今5000メートルのところで、それを12日間かけて登頂するなんて、そのイメージ、そのイメージしながら、いつどの段階でもいいですから、イメージしたままパッと立って歩いて。何かですね、今の先生のお話を聞いてるだけで怖いんですよね。怖いってどういうこと？踏み出す勇気が出てこないっていう。だ、そこですよ。そこを乗り越さないと、それを踏み出すにはもう一つイメージ、それは、登頂の後の喜びなんだって。登頂の後、家族、友人、知人、世界にも発信、別に商業的ではないけど、多くの人が、多くの人に発信、多くの人から祝福、そしてパーティーもあって、その後、後が楽しみなので、まあ、それがあるから勇気が出るんですけどね。登頂した先なかったら、それはちょっと不安ですよね。登頂の先の喜び、それがホルモンを出すんですよね。登頂の後の喜びが、それが幸せホルモンです。それをしっかり持って、困難はあるけど、そこを乗り越して、いつでもよしで立って歩いて、なんかやっぱり理解が少し変わったり、違いますね。もう一回座ってる。立ち方も、スムーズさが少し増したようですし、そうですね、まだしっかり持って、はい、立って、おいいよ、やめて、いいね、おお、回転がいいですよね。手の上もそういう姿だ、もう何度も何度も取れないんですよ。それをイメージして、イメージして、はい、だから先ほど坂本先生言ったみたいに、エベレストの山のその写真か、貼って、目から入ってくる情報、それでも効果出るなんて。だから人の役に立つことをしたい。